これまでも金谷体育大学と KKB は子どもの体力低下を防ぐため踊りながら体を鍛えるエクシード体操などを開発してきました。今回新たに金谷体育大学で登山に関する研究をしている山本正義教授を中心としてエクササイズとハイクを掛け合わせたエクスハイクを生み出しました。近年の登山ブームに伴って増えてきた登山客をターゲットとしていて、体を鍛えることで登山中の事故や怪我を防ぐ効果が期待されます。ダンスの感覚でミュージックも非常に爽やかなミュージックを作っていただいてですね、楽しく、5分間体を動かしながら登山に必要な筋力とか身のこなしを身につけていくっていう、そういうコンセプトなんですね。エクスハイクのダンス動画の完成は来月中旬頃を予定していて、 KKB の YouTube チャンネルと動画アプリカプリで公開します。